彼女たち、そして私たち、ロマン・ロランの女性、宮本ゆり子。私はもう久しい間、いつかはそのような仕事もしてみたいと思っている一つの楽しみがある。それは、ロマン・ロランによって描かれている魅力の深い大勢の女性たちについて、細かく読み比べ、驚くような多様さで命づけられている彼女たちの存在の意味を、 今日の歴史の中で、明瞭にしてみたいという考えである。1917年に、その頃、後藤末雄氏によって訳された、ジャン・クリストフ、国民文庫観光会版を読んだ時の感銘。それから、見せられたる魂の英訳が入ってきて、アンネットとシルビー、夏、母と子と一冊一冊、おぼつかなく読み進んでいったところの感銘。 ロマン・ロランの芸術の世界で男はなんと男らしく、女はなんと女らしく、互いの関係の中で生き生きとした人間像を浮き出させているだろう。世界文学は感銘深い女性を幾たりも描いている。とりわけフランスの文学は歴史のそれぞれの時代に女性の生きた姿をまざまざと芸術のうちに捉えてきているし、婦人作家自身、 どの国よりも豊かに真実の女性を描き出しても来ている。けれども、ロマン・ロランの女性たちには一種独特のところがある。多種多様の現れ方をしているジャン・クリストフの世界の女性たちのある資質が、そのみずみずしさ、紳士さ、はつらつさで、見せられたる魂のアンネットやシルビーにまで、 伸び育っていく過程は実に心を惹かれる。ジャン・クリストフの世界でそれぞれの女性たちはその優れた美しさや知性や熱情にかかわらず、これまで通り社会関係の中では男に対する女としての角度から喜び、悲しみ、波乱に揉まれている。彼女たちはジャン・クリストフの感性から働きかけるだけの存在であった。 アンネットにおいては、ロマン・ロランは男と同様な人間であり、人間の男が男である通りに、人間の女が女である女らしさを打ち出そうとした。社会関係に対して動的な女性。単に種族に従うよりも、自分にとって人生の原則と感じられる動機によって行為を選択して生きる女性。ロマン・ロランはアンネットによって、 最も現代史を積極的に生き通す可能を持った女性の発端の歩みを示したと思われる。明日のフランス文学はアンネット以後のアンネットをどのように描くだろう。なぜならアンネットは見せられたる魂の中に自分を限らず今日本当に世界に生きているのだから世界の平和と正義のために戦い幾多の経験をなめているキュリー夫人。 ロットン夫人、クーチェリエ夫人などの活動のうちに、誠実なアンネットは生き続けているし、彼女の善意の試みや、いくつかの矛盾は、より解決に向かって発展させられつつある。ロマン・ロランの精神の潔白と、その人間らしい複雑な美に感動することのできる世界のすべての国々の女性の生活のうちに。そして、 私は常に活動的な人々のために書いてきた。1933年といったロマン・ロランの真実に頷くのである。